opened the five senses were dull kinks. Rubbed with the sweet secret papers, I was not the shadow of the poet, nor had I the crafty tongue. I was who was not. Thank you.
いにしえのカドモスの末裔、そなたちはいかなる願いがあってオリーブの小枝を祭壇に捧げそこに座っているのか。ゼウスの神官ならそなたが口を閉ざしてでは何もわからぬ。このオイディプスに何を願っておる、何を求めているのだ。我が国の偉大なる支配者、聡明なる若きオイディプス王よ、それはすでにあなた様がご承知の通りにございます。我が国はあまりにも大きな災いの波に飲み込まれ、暗黒の谷間より抜け出る術を見失うてしまいました。大地の実のつぼみは枯れ、家畜の群れを滅び、流産死産の山直で女たちは苦しみ、町には燃え盛るか、憎むべき疫病が蔓延し、帝媒の旅は死の淵をさまよえる。生ける屍のごとくのた落ち回り、聞こえてくるのは悲痛な叫び声と泣き声だけにございます。私がここにこうやって参りましたのは、あなた様が人間の運命を支配している神々と等しい力をお持ちだと思うているからではなく、たとえ神々には及ばずとも人間の中では最も情け深く知恵深い方だと信じているからでございます。なぜならあなた様は我らをスフィンクスの手から救ってくださりました。帝媒の民に謎をかけ、答えることができぬと次から次に殺していったあの細ましい獣を黄泉の国に追放し、我らを恐怖の世界から救ってくださりました。頼まれたわけでもなく、何かを教えられたわけでもないのに、自ら進んで我らを自由の身に解放してくださりました。それゆえ我らはこの国ではあなた様のことを救世主とお呼びいたしているのでございます。しからば今まさに滅びんとしているこの国を、今一度あなた様の力で救うていただきたいのでございます。そのことなの、私の魂は苦しみ、この国とこの国のすべての民のために血の涙を流し尽くした。そしてどうすればこの国を救えるか、アポロンの神託を伺うべく、私の妻の弟クレオンをかの聖地デルフォイで遣わした。以来過ぎ去った日々を数えていたところだ。そろそろ戻ってきてもおかしくはない。おう、そのお言葉どおり、クレオン様がお戻りになられました。クレオンか、よう戻った。して、アポロンの神託はいかがした。神の声は聞けたのか。吉報にございます。いかなる災いもことを正しく運べば幸いに転ずるであろうと申されました。神は言われた。この国の汚れを払うためには、この国を汚した者を追放するか、もしくは流された血を血で贖えと。なぜならこの国の汚れは血の運命にあるのだと申されました。血の運命、流された血とは一体誰の血だ。ライオス様の血にございます。あなた様がこの国の王となられる前、ライオス様がこの国の王にござりました。その子なら知ってる。会ったことはなかったが、実に素晴らしい賢い王であったと聞いておる。ライオス様は人の手によって殺められました。それゆえその者が何人であろうと手を下した者を探し出し、厳しく処罰をするようにと
アポロン様は申されたのでございます。はい、一体誰、どこで殺されたのか。ライオス様は神殿に参詣するためにこの国を出てそのまま戻っては来られませんでした。たった一人戻ってきた友の者によれば、盗賊によって殺害されたとのこと。なあ、それは奇妙な話ではないか。盗賊ごときが何故に王族を襲ったのだ。そのような不埒な真似を。もしかしたらこの国の中によからぬことを企む者がいて、マイナイを聞いて通じていたのではないのか。そのような疑いがなかったわけではござりません。ただ間もなくかのスフィンクスの災いがこの国を襲ったのでございます。我らには王の死の真相を究明する間はござりませんでした。ならば私がかつてそなたたちをスフィンクスから救ったように私自ら王の死の真相を究明しようではないか。これは私自身のためでもある。王を殺害せし者どもはもしかしたら同じ手口でこの私の命を狙っているやもしれん。思えば不思議な縁、神々の定めた運命に従って私はかつてライオスの治められていた権力を手にし、また同時にライオスのかつての美しい王妃であったヨカステをめとり我が妻とした。今私にできることはアポロンの信託通りライオス殿を殺害せし者を見つけ出すことだ。さてゼウスの神官、そなたには殺害者が誰であるか言い当てることができるか。叱って申し上げますが、私にはできません。神々が私に口を閉ざされている限り私は何一つ語ることはできんのでございます。神託はゼウスの神殿にではなくアポロンの神殿に下ったのであれば、アポロン様こそ王を殺害せし者を教えてくださるべきではありますまいか。そなたの言うことはもっともなことだ。だが人間の願いを神々に強いることはできぬということはそなたが一番よく分かっているはずではないのか。恐れながら申し上げまする。神々と等しき力を持つ盲目の預言者手入れしやすならば、ことの真相を投資することができようかと。盲目の預言者手入れしやす、噂に聞いたことがあるわ。神々と等しい力を持つなど、そのような人間がこの世にいるのか。過去現在未来を通し人間界でただ一人と言われている預言者にございます。よかろう。してその者は一体どこに。すでにこちらにお連れ申し上げております。手回しの良いことだ。よかろう、連れてまいれ。そなたが盲目の預言者手入れしやすか。目は見えずとも天上界地上界の一切を見通すことができるというのか。ならば教えてくれ。ライオス殿を殺害した者は一体誰だ。
役にも立たぬ時にその知恵を持っているというのは、なんと虚しく悲しく恐ろしいことか。さよう、わしは知っておった。ライオス殿を殺害せし者だが、もうすっかり忘れてしもうた。さもなくばここにはやっては来なかった。忘れた？神々のそなたの記憶奪ってしまったのか？そうだ、もうわしには何も思い出せん。このまま黙って返してもらいたい。そうすればあなたはあなたの、わしはわしの重荷を背負って、なんとか生きていくことができる。何か知っているのか？なぜ頑なになる？そなたの心の目でこの国の民を見よ。どれほど苦しみ救いを求めているか、心を開くのだ、テイレシアス。あなたは何も知らんから、そのようなことが言えるのだ。知らぬ方が良いこともあるのだ。やはり知っているのか？知っていながら何も言わぬということは、この国を裏切っていることになるのだ。わしはあなたを苦しめたくはない。あなたを苦しめることで自分自身を苦しめたくはないのだ。なんという傲慢な言い方だ。そなたはこの国の預言者ではないか。そなたはこの国を滅ぼしないがしろにしようというのか。ないがしろにしているのはこのわしではない。ないがしろにしているのはあなたではないか。不浄の者をイディプスよ、わしはこの国の預言者としてたった今命令を下す。以後一切この国の民にもこのわしにも口を聞いてはならん。そなたは誰に向かって何を言っているのか分かっているのか。そのような無礼な言葉、一体どこから出てくるのだ。まだ分からんのか。あなたが探し求めているライオス王を殺害せし者は他ならぬあなただと言うておるのだ。賢くも愚かなオイディプスよ、すべての民がやがてあなたを憎み呪うようになるであろう。気が狂うたが、テイレシアス、年寄りのたわごとでは済まさんぞ。わしは少しも狂うてはいない。わしは正気だ。だから苦しいのだ。虚しいのだ。なんということだ。これでわかった。そなたはこの国の預言者ではない。もしそなた、まことの預言者ならば、スフィンクスがこの
国を襲うとという。なぜ問われる術を教えなかった。いや、自ら進み出て、なぜスフィンクスを退治しなかった。私は、たまたまこう通りかかり、先生術を用いたわけでもなく、神々から力を与えられたわけでもないのに、自らの知恵で、スフィンクスを黄泉の国に送った。そうだ。あなたは自分自身の知恵で、スフィンクスを破壊し、自分自身の運命を破滅へと導いた。ウローティー・サウト、汝自身を知れという本当の意味をあなたは知らない。そして自分の不幸にも気づいてはいない。もうよい、何も言うな。黙って助かるがいい。そなたが年老いていなければ、死罪に処していたところだ。兵衛やつを連れてけ。さて、くれよ。お前か。お前がかようなことを仕組んだのか。国王になるために、このような馬鹿げた。お前を信じていたな。ならば、私は、定例しやすに何か垂らし込み、偽りの言葉を吐かせたのだと。アポロンの神託と同時に、お前はあの男を連れてきた。何か不埒なことを垂らし込まれば、この私がライオス殿を殺したなど、あの男は言うはずはない。定例しやすは、この地上において最も誇り高き男。誰の支配も受けませぬ。神々にすら抗う男。あの男の言葉は、あの男の魂からほとばしり出たものに違いありません。ライオス殿を、あなたが殺したかどうか、それは、あなた自身がお分かりのはず。ならば、答えははっきりしている。私には見覚えはない。私が、ライオス殿を殺すはずがないではないか。ならば、それでよいではありませぬか。なぜ、私を、お疑いになる。私は、あなたの、妻の弟、いわば、私とあなたは兄弟ではありませぬか。そうだ。だから、すべてを与えてきた。私がいなければ、そなたが国王だ。あなたは、私という人間がお若いになってはいない。私はもうすでに、あなたからすべてをいただいた。あなたは、すべての権限をこの私に委譲されている。この国の政を行っているのはこの私ではありませぬか。これ以上何を求めるというのです。私はいわば、利益を伴った名誉をいただいている。かような、心地よい地位を捨てて、わざわざ、すべての責務を負わねばならぬ。国王になりたいなどと誰が思うでしょうか。それでもまだお疑いなら、出る方位に人を使わし、私が神託に手を加えたのか、もしくはテイレシアスと共謀したのか調べていただきたい。もしそうなら、私を厳しく処罰していただきたい。その必要はない。あらば、どうしようと。まさか、この私を追放しようというのですか。自分に一番忠実な部下、追放するということ、
自分の肉体にあった魂を捨てることと同じこと、命を捨てることと同じことではありませぬか。いや、そなたの罪は追放ではなく死罪に値する。あんた、あなたはいつから暴君におられだった。私はこの国を救わねばならぬ。全ての民をこの手で救わねばならんのだ。それなら私とて同じこと。私はこの国で生まれ、この国で育った。私はこの国が滅びるのを見たくはない。私は誰よりもこの国を愛しております。お待ちくださりませ。お二人とも、王妃イオカステ様がこちらにおなりにございます。一体何を騒いでおられるのです。この国のすべての民が嘆き苦しんでいるとき、王族が身内同士で言い争うなどもってのほかではありませぬか。あなたの夫、オイディプス王はこの私を捕らえ死罪に処すと仰せになっているのです。クレオン、そなた一体何をしたのです。何が王の逆鱗に触れたのです。何も、私は何の罪を犯しておりません。訳は王にお聞きください。あなた、クレオンは一体何をしたのです。いかなる罪を犯したのです。クレオンは、テイレシアスを図って私を貶めた。盲目の預言者テイレシアスは言うと、この私はライオス殿を殺害したのだと。盲目の預言者テイレシアス、それならあなたに身に覚えがなければあなたは潔白なのです。第一、人間には予言をする力はない。いかなる人間にも神々の心を読み未来を見通す力などない。そのわけを申しましょう。その昔、テイレシアスはあの方のところに来て神託があったと告げました。それはあの方と私の間に生まれた子があの方を殺害するというおぞましいものでした。その神託を真似受けたあの方は家臣に命じて三月にもならあの子を亡き者にされました。しかし月日が巡り、あの方は他国に行き、三つの道が交わったところで盗賊に襲われて命を落とされた。ですからテイレシアスの言うことなど気にかける必要はないのです。しかし王妃、そなたのその言葉で私は戸惑って、そなた確か王は三つの道が交わったところで殺されたと申したな。そこはどこだ。場所はポーキス、二つの道がデルフォイとダウラに通じているところ。それはあいつのことだ。あなたがスフィンクスを退治し我らを救いこの国の王となられる少し前のことでございます。王の背丈は、年の頃は背は高くあなたと同じくらいでした。年は私よりも20歳も上で、もう髪の毛には白いものが混じっておりました。この者は王族らしく大勢であったのか。それとも友の者はみんなで5人、それに王の乗った馬車が1台、たった1人だけ逃れて帰ってまいりました。
ち何を仕組まれた。テレシアスの言葉がこの胸をえぐる。王妃、王の最後を見届けた男は今どこにいる。すっかり年老いて今ではもう山中にて静かに暮らしております。では私はその者に会わねばならぬ。何のためでございます。どうしても確かめておかねばならぬことがあるのかくなる上は何もかも話しておかねばなるまい。私の父はコリントスの王ポリゴス、母はドリスのメロペ、私は二人の間に生まれたたった一人の息子だった。それゆえ大切に育てられた。しかし二十歳になったとき、神殿でアポロンが密かに神託をよこし、その内容はおぞましいものだった。私が父を殺し母と交わり世にも不幸な子孫をこの世に残すというものだ。私はその神託が成就するのを恐れてコリントスを離れ新天地を求めて旅立った。そしてつい三つの道が交わっているところで馬車に乗った老人に会った。御者が私を追い払おうとしたので私は怒った。棒で御者の肩を叩いたすると老人が先が二つに分かれて棒を私の脳天目がけて撃ち殺した。私は身を翻し逆に老人の脇腹を棒で払った。すると老人は馬車から真っ逆さまに落ちて首の骨を折って死んでしまった。もしその時の老人がライオス殿ならテイレシアスの言うた通りこの私がライオス殿を殺害したことになるのだ。誤ってはなりません。ライオス殿は大勢の盗賊に襲われて殺されたのだと聞いております。そのことは全てのテイバイの民が知っていること。テイレシアスの言うことなど信じてはなりません。それに結局私の息子があの方を殺すという信託も成就しなかった。それどころかテイレシアスの信託のおかげであの子は三月にもならぬというのにこの世から抹殺されてしまった。もう信託などお忘れください。しかし王妃よ、やはり王の最期を見届けた者から直に話を聞かぬ限り心が晴れぬ。誰かその者を連れてきてくれ。恐れながら申し上げまする。コリントスより使者が到着いたしておりまする。コリントスから使者だと。よかろう。通せ。そなたがコリントスからの使者か。何の趣があってここにやってきた。コリントスのすべての民があなた様を王にいただきたいと願うておるのでございます。ならば私の父はもう王ではないのか。さようにございます。あなた様のお父上ポリボス殿はもはやこの世にはおられませぬ。あらば誰かに図られて殺されたのか、それとも病か。病にてお隠れになりました。王妃よ、聞いたか。
信託によれば私は、この私が父を殺すことになっていたのだ。しかし、父は病にて、お亡くなりになり、今では、ハルスにおいて、眠っておられる。信託、なんと虚しいことか。だから申したではありませんか。信託など、何の役にも立たんのです。しかし、まだ、母が生きておられる。母が生きておられる限り、信託を恐れるわけというか。何を仰せなのです。あなたは、この国の国王、そして、あなたは私の夫ではありませんか。今さら、はるか彼方のコリントスの地におわす、年老いた母上を何故に恐れるのです。それは確かに、人には、定め、運命というものがあるのかもしれません。しかし、人は未来を知ることはできぬ。それゆえ、帰って気ままに、楽しく愉快に暮らすことができるのです。信託を恐れてはなりません。恐れながら、その信託というのは、一体何でござりましょうか。私が成人した時、アポロンが密かに私に起こした信託だ。私が父を殺し、母を妻とし、よりも不幸な子孫をこの世に残すというんだ。私は信託が成就するのを恐れて、故郷を捨てこの地で生きてきたのだ。おお、それならばあなた様はご自分が何をなさっているのかお分かりにはなってはおりませぬ。あなたは故郷を捨てる必要などなかったのでございます。信託を恐れることはなかったのでございます。なぜならあなた様とポリボス殿との間には血のつながりがないからでございます。血のつながりがない、ならばポリボス殿は私の父ではないというのか。間違いござりませぬ。なぜならそれまでおこのなかったポリボス殿にこの私めが赤子のあなた様を差し上げたのでございますから。ならばそなたが私の父か。いえ、滅相もござりません。私は北イロンの谷間にて去る羊飼いより赤子のあなた様をもらい受けました。その折あなた様は両足のくるぶしのところを貫かれておりました。私はその折留め金を抜いて差し上げました。ですからそのくるぶしのところに今でもその時の傷が残っているはずにござります。間違いない。私には忌まわしい恥辱の印がある。してその羊飼いの男とは一体何者なの。確かライオス様の家の者とか申しておりましたが。ライオス家の者だ。誰だ。その羊飼いを知っておるか。王妃、そなたはどうだ。存じません。私は何も存じません。もうよいではありませんか。もうそれ以上詮索するのをおやめくださいませ。何を言うのだ。やっとここまで来たのだ。素性を知らぬわけにはいかん。たとえどんなに身分の低い手であろうと、たとえ母親が奴隷の女であろうと、真実を知らぬわけにはいかん。真実、真実とは一体何でござりましょう。真実は過ぎ去った過去にも未だ来ない未来にもない。真実とは今ここに生きている幸せにござりましょう。
今の幸せだけが真実でございまする。ならば今の幸せがこの私を苦しめているのだ。真相を突くためのわけはいかん。おやめくださいませ。過去は忘却の彼方にしかない。過去を振り返っても得るものなどござりません。知らぬ方がよいこともあるのです。私が言えるのはこれだけ。私はこれで失礼をさせていただきます。これ、そなたどうぞ。そなたその羊飼いのものを知ってるか。もちろんでございます。王が先ほど王の最後を見届けた者に会いたいと申されたではありませんか。実は王の最後を知る者こそその羊飼いの男にございます。なんという絶妙なる方法ではないか。すぐに連れてこい。ご老人、そなた、かつてライオス殿に伝えていたか。確かに使えておりました。ならばそこにいるコリントスから来た男に見覚えはあるか。何分しっかり年老いて目もかすんでおりますゆえしかとは分かりませぬが、どうやら全く知らぬお方のようにございまする。何を言うのだ。このわしをよく見ろ。あの時北井殿の谷間でこのわしに赤子をくれたではないか。なぜ今頃になってそんなことを言うのだ。わしは知らん。何も知らん。いいか、ここにおわすオイリプスをこそあの時の赤子なのだ。何を言うのだ。お前は何も知らぬからそのようなことが言えるのだ。勝手なことを申すな。そのものを責めてはならん。いいか、知っていることはすべてそのまま話すのだ。そなた、そのコリントスから来た男に赤子を与えたのか。それを言えば身の破滅。いっそのことをあの日に死んでおけばよかった。確かに与えました。それはそなたの子か。いえ、別荘もござりませぬ。去るお方から預かりました。はるかだとは一体誰だ。お願いでございまする。もうそれ以上はお聞きくださいますら。ならぬ、言わぬとそなたを死刑にせねばならん。誰の子だ。ライオス様のおことのことにござりました。すべては王妃イオカステ様がご存知にございまする。ならイオカステがそなたに子を与えたのか。
この私めに委ねられました。何のためだ。この私めがその赤子を殺すためにございまする。自分の腹を痛めた子を殺せと命じたのか。なんという非情な女。そうではござりません。その赤子がやがて父親を殺すという忌まわしい神託を避けるためにございます。ならば、なぜそなたはその子を殺さずにコリントスから来た男に与えたのだ。どういった獄に連れ去られれば生きて再びこの地を踏むことはあるまじと信じたからにございまする。あなた様がまことにあの時の赤子なれば、アポロンの信託通りあなた様はこの世で最も不幸な無こい運命を背負ってこの世にお生まれになったのでございます。これで全てが明らかになった。光よ、全てを照らす残酷な光よ。これ以上私の何を照らし出そうというのか。私は生まれてはならぬ人から生まれ、交わってはならぬ人と交わり、流してはならぬ人の血を流してしもうたの。イオカスはどこに行った。私の母で、母ではない、私の妻である。妻ではない女。オイディプス王様、イオカステ様はもはやこの世にはおられませぬ。寝室に入るとずっと前にお亡くなりになったライオス様の名をお呼びになりました。そしてずっと遠い昔にお産みになった赤子のことを思い出し、あなた様の名を何度も何度も繰り返しお呼びになりました。それから不幸にも夫から夫を、子から子を二重に産んだ寝台の上で狂ったように泣き叫ぶと、自ら首をくくり果てられたのでございまする。神よ、私にあなたは
何を求められた。神よ、私はあなたを呪うたことがあったでしょうか。私はこの地上に生まれてただの一度もあなたを呪ったことはない。それなのにあなたは私がこの世に生まれる前から私の命を呪い、この地上に生まれてからは神託通り私を闇の底に突き落とし、私の嘆きの声すら聞こうとはなさらないのですか。父を殺し母を妻とし子まで儲けたこの私はもはや人間とは言えぬ。忌まわしい虫けらスフィンクスよりもおぞましい獣、者定売の民の端の端、かつ救世主と呼ばれたこの私を顧みる者は一人もいない。私を呪い、一日も早くこの地から消え去る日を望む。しかし私よりも哀れなのは私の小さな子供たちだ。私の幼い娘たちはどこに行った。クレオン、娘たちを連れてきてくれ。娘たちよ、お前たちは何が起きたのかわからんまま泣いておるのか。まだ聞き分ける心もないかもしれんが、私の口からすべてを話しておかねばならん。この父を許してくれ。そなたたちの父は自分の父親を殺し母を妻とし、そなたたちを儲けたのだ。されば、この先そなたたちはどれほど美しい娘に成長しようとも、一体誰がそなたたちをめとってくれようぞ。地上のいかなる男もそなたたちをめとってはくれまい。娘たちよ、そなたたちは馬爪の生娘としてつらい生涯を生き抜き、そのまま朽ち果ててゆかねばやらん。神よ、娘たちに一体何の罪があるのでしょうか。娘たちを救ってくだされ。クレオン、許してくれ。そなたを疑おうと、この私を許してくれ。これからはそなたがこの帝媒の国を治めるのだ。おい、あなたを責めるつもりは毛頭ない。すべては神々の定めた運命なのだ。これからのあなたの行く末も神々の定めに
従うしかありますまい。神よ、私に命を与えた神よ、私の肉は裂け、骨は砕け、魂は打ち震えているのです。この先、たとえ死んだとしても、黄泉の国で、父や母に合わせる顔がありましょうか。私はそれを思うと、死ぬ覚悟すらできてはいない。私には、この世にもあの世にも行くところがない。鳥や獣のように、森の奥深く、隠れることもできなければ、魚のように、海の底深く潜ることもできない。神よ、もし無という世界があるのでしたら、どうかこの私を無の世界に未来永劫封じ込めてください。光も闇もない無色透明の沈黙の世界。Shall I sing for God of anger, punishment, vengeance with the pale lips and parched tongue, in the whirlwind of fire, the innocent dream was ended.